最高でした。心からありがとうございます。あなたがくださったその一つ一つの恵み、それをもう一度覚えて心から感謝申し上げます。神様がもう一度私たちを御言葉の前で洗い清めてください。あなたの力で溢れさせてくださいますことを心からお願い申し上げます。天のお父様、どうぞ力をください。天のお父様、どうぞあなたの喜びで溢れさせてください。天のお父様、どうぞあなたの調査に預からせてくださいますように心からお願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。あなたを愛します。あなたの喜びで私たちをこの朝も満たしてください。天のお父様、あなたの前に進んでいきます。私たちを祝福し導いて、この1週間も新しい年を迎えるにあたって力を与えてくださいますように心からお願いいたします。主イエス様の皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。皆さん、おはようございます。一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。一年が守られたということ、これは本当に奇跡だな、恵みだなということをですね、年を重ねるほど感じるんですね。まあ、皆さん若いですからね、そういう意味ではですね、時々、そういうことを忘れてしまうことももしかしたらあるかもしれません。私自身が、そういうこともよくありました。なんかこう生きてるのが当たり前というか、死ぬということを忘れてしまうし、また守られたっていうことも忘れてしまうことが時々、あったとしたならば、こういう礼拝の機会に思い起こしてですね、もう一度神様感謝いたします。まあ、私たちクリスチャンはですね、特にこのクリスマスだとか、年末年始だとか、イースター、ペンテコステ、そういう一つ一つのイベント、それもさることながら毎週日曜日がですね、私たちにとって一番大切なサイクル、一週間をリセットして、そして全く新しい一週間を始めていく、そういう気持ちでこの朝の礼拝を捧げていきたいと思います。まあ、もちろんですね、神様は一日一日そういう単位で新しく生きるように教えてくださっているんですね。夕があり朝があった、朝がありじゃないですね。神様は夕というこの境目、シャッターを与えて、昨日と明日を切り分けて、今日一日だけを生きるようにですね、昨日のことが過ぎ去る、まだ来ない明日を悩むことはない、まあ、そのような生き方を、でもついぞ私たちはですね、その一日、昨日の疲れを引きずったり、昨日の嫌な気持ちを引きずったり、明日のことを心配したりする。でも少なくともですね、この日曜日は1週間を全てリセットして、そしてイエス様からスタートする。そうするとですね、もう全く新しいスタートなんですね。今日もイエス様からスタートし、この朝イエス様と出会って、このお方と一緒に、新しい週、歩み出したいと思います。いよいよ2014年が近づいておりますけれど、その、新しい年を迎えるにあたっても、今日、この礼拝を通して、神様の恵みを一緒にいただいていきたいと、そう思います。2013年を祝福で締めくくるために、今日は、3つのポイントからお話したいと思いますが、聖書をまず開きましょうね。創世記45章1節から8節、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその息子ヨセフが登場します。イエス様のお父さんのヨセフではなくて、創世記に出てくるヨセフ、外国に売られ、やがて奴隷がなんとその国の一国の総理大臣になるという、そういう、サクセスストーリーというか、まあ、神様の素晴らしい恵みの人生を生きたヨセフが今日出てくる物語です。1節からお読みします。ヨセフは
そばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから渡しなさいと叫んだ。ヨセフの兄弟たちも自分のことを渡したとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらされるためだったのです。だから今、私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その全家の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。という、聖書の箇所、お読み、なったことがあられるでしょうか。この出来事から3つのポイントでお話したいと思います。まず第一には過去の罪を断ち切るということ、そして2番目は過去を忘れ、その過去を祝福に変えるということ、3番目新しい霊的な身分を信じて生きるということです。まず第一に過去の罪を断ち切るというところからお話しいたします。過去の罪を断ち切るときに、この2013年度をですね、祝福で終えることができる。まあ、過去っていうとですね、もう人類創生のときまで遡っていきたいものです。私がこの地に生まれた、その日ではなくて、人類がこの地に誕生した、あの日、神がアダムとエヴァを作られた。それは神様より少しだけ低く作られた。でもその人間を妬んだのが悪魔でした。悪魔はもともと天使長だったんです。神を賛美する聖歌隊のリーダー、賛美リーダーであったあのルシエルという天使長、この天使は自分が神を礼拝するんじゃなくて礼拝される側になりたい、まあそのようにして堕落して3分の1の天使を引き連れていた。多くの天使に支持されていた天使でした。3分の1の天使は悪霊となりました。そしてこのルシファーとなったこの天使が悪魔の親玉サタンです。数多くの悪霊を引き連れて今も悪魔は働いています。だからこの悪魔の力に立ち向かって追い出さなければ私たちの人生は勝利することができない。皆さん、理屈ではいくら良いことを聖書を学んでもこの悪魔と対決して追い出してしまわなければ私たちの人生に勝利がないということを皆さんも経験されるだろうと思います。私たちの人類の最初のお父さんとお母さんであったアダムとエヴァは、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんと言ったらいいんでしょうか、一番最初の、まあ、そう言わないとですね、身近に感じないですからね、アダムとエヴァさん。まあ、全然関係ないような、いや、関係があるんです。彼らは、私たちと同じ人間でした。まあ、もちろんですね、罪はなかった、最初は。でも、悪魔に、狡猾にも騙されて、そして、取り返しのつかない罪を犯してしまいました。聖書はですね、親の罪は子供の責任ではない、そういうふうに言います。でも罪の性質を引き継いでしまったんです。なぜならば罪の種を持ったその親からは罪を持った子供が生まれるからです。
だから私たちはですね、罪人としてこの世に生まれました。だから罪を断ち切るっていうのは、あのアダムとエヴァの罪を断ち切らなければ、あの時まで遡らなければ完全に罪を切ることができない。でもどうしたらいいでしょうか。もう今更そういうことができるでしょうか。私たちはそういう罪の性質を持って分かっていてもやめられない。私たちは感謝すればいいことなのに感謝できない、そういう罪の性質。訓練したら変わるでしょうか。訓練しても変わりません。死ぬしかないんです。聖書は私たちの心を訓練しなさいと教えません。しばしば私たちが訓練する朝起きの習慣とかですね、そういう訓練によって身につくことがあります。でも私たちの心を訓練したって良くなんかならないんです。どうしたらいいか、死ぬほかないんです。だからイエス様が死んでくださった。死ぬほかない、私の代わりにイエス様が死んでくれた。だから私もイエス様と一緒に十字架について死に、そして新しく生まれ変わる。皆さん、今日イエス様と一緒に死んだならば、イエス様と一緒によみがえって新しくなる。過去の罪を完全にあの十字架で切ることができる。皆さん、完全にです。全く新しく生まれ変わることができます。皆さん、どうぞそのことを認めてください。もう2000年前にそれが起こってるんです。私たちは2000年前から許されてたんです。ありがとうございます。2000年も前からその解放の恵みが与えられたんです。大切なのはそれを認め、そしてそれを感謝して告白すること。私はイエス様と一緒に十字架につけられました。一緒に見てください。私はイエス様と一緒に十字架につけられました。もはや私は生きていません。もはや私は生きていません。キリストが私のうちにあって生きています。キリストが私のうちにあって生きています。アーメン。皆さん、これが本当のことです。2番目、今は1番目は過去の罪を断ち切るという話です。2番目は過去を忘れ、過去を祝福に変えるということです。罪を断ち切るだけじゃなくて、過去を忘れること。私たちは過去を引きずるとその人を許せなくなり、許せないとやがて鬱になったり精神的に病んでしまいます。死にたい気持ちにもなってしまうかもしれません。せっかくいい気持ちになっててもですね、過去のことを思い出すだけでまた気分が悪くなってしまう、そういうことはないでしょうか。今日の主人公であるヨセフという人は過去にひどい目に遭いました。自分の兄弟、12人兄弟いたんですけど、その兄弟たちから半殺しの目に遭い、奴隷としてエジプトの地へ売られてしまった。奴隷です。もう自由がないんです。奴隷になっただけじゃない、神様の恵みでしょうか。エジプトに奴隷で売られていった時に、ポテファルというですね、立派な、主人に、買い取られました。そこで愛されたヨセフ、しかしですね、奥さんにまで愛されちゃった。奥さんがヨセフに言い寄ってきたんですね。でもヨセフは、私はそういうことを通して神の罪を犯すことができない、そのようにしてですね、この奥さんの誘惑を断ったんです。奥さんは怒った、私に恥をかかすからね。この女性はですね、恥をかかせられたので怒って濡れ衣を着せたんです。私を強姦しようとした、この男は私に悪いことをした、女性が悪いことをしたのでですね、それで濡れ衣を着せられたヨセフは、主人から訴えられて牢屋に入れられました。若い10代ですよ、ヨセフ。牢屋に
何十年やられて、もうこのまま出れないかもしれない、そういう牢屋生活の中で自殺してしまったのもおかしくなかったと思います。もう外国ですから、もう私の人生は終わりだ。でもヨセフはそうではありません。過去にされたこと、その一つ一つを全部許して、全部を許して、そして神様と一緒に牢屋で過ごしました。彼は過去を忘れたので、その過去が彼を苦しめることなく、その過去は祝福に変わってしまいました。7年前の話ですけれど、アーミッシュという、アメリカ西部、中西部にある、クリスチャンの、町なんですね、アーミッシュ。まあ、これはドイツ系の、まあ、クリスチャンの、移民、ですけれど、昔の生活を堅くなり守ってるんですね。電気も極力使わないし、農耕や牧畜で自然の生活、自給自足の生活をしていた。質素倹約をし、そして互いに愛し合い、そういうアーミッシュというその地域の小学校にある人が機関銃を持って入ってきました。そしてその子供たちをですね、次々に撃ち殺しました。でこの人はその後自分で自殺しました。まあ、これはですね、もう筆舌に尽くしがたいほどの衝撃を受けて苦しみました。でこのピストルで撃った人の奥さんがですね、本を出したんですね。まあ、その本がですね、一つの光はなお輝いているっていう本でした。当時のことを書いています。彼女はですね、自分の夫がまさか家では優しいのにそんな人を殺すなんて思ってもいなかった。3人の小さな子供を育てながら、まさかそういうような状況の時に、このアーミッシュの人たちは自分にどういうふうに接してくれたか。私はあなたを、あなた方を許しました。あなたを助けるために何かできることはありませんか。その苦しみの最中で許しました。何か助けることはありませんか。そう手を差し伸べてくれた。この自殺、この、乱射した、その奥さんはですね、本当に慰められたそうです。でアメリカ中でですね、もうこれは、ニュースにもなりましたので、7年前ですけれど、まあ恥ずかしい、でもお葬式だとかそういう時にやっぱり人の前に出ていかなきゃいけない。その時にですね、報道陣がカメラを向けたそうです。その時何が起こったか。アーミッシュの人たちがですね、人間の壁を作ってその人たちを全部囲ったそうです。アーミッシュはモーセの10回の第2番目の偶像を拝んではいけないという、その法律から写真には写らないっていうね、そういう、規則があったんですね。でもそれを破ってまでもこの女性を守ろうとした、そのアーミッシュの愛、この女性はもう泣いて泣いてその愛を本で綴り、世界が驚いたっていうんですね。だから過去を忘れるっていうことは本当に大きな祝福をもたらします。しかし過去を忘れない、まあアジア諸国の国々が、忘れられない、それを理解できないわけではありませんけれど、でも忘れなければ滅びてしまいます。でも忘れることができた、神様の恵みによって忘れることができたら、それを祝福に変えられます。ヨセフは自分の兄弟から奴隷にされ、殺されかけ、また濡れ衣を奥さんから着せられた、それを忘れて感謝して、そしてその
過去を忘れました。やがて彼はですね、エジプトナンバー2の地総理大臣になり、そしてそのエジプトの危機を救った、自分の家族の危機を救ったのです。皆さん、どうぞ私たちはですね、過去の出来事を忘れざる。聖書は後ろのものを忘れなさいと言います。後ろのものを忘れるっていうのはですね、忘れるは英語でフォーゲットです。フォーゲットっていうのは代わりに得るっていう意味です。その憎しみの感情を祝福の感情に変えるんです。話すんです。許すんです。返品するんです。通信販売で1週間か2週間買ってから気に入らないものがあったら返品しますよね。この化粧品買ったっけ、使ってみたけれどあんまり良くなかった、だからもう返します、いいですか、 OK。 皆さん、私たちの中に許せない嫌な記憶があったら、どうぞ神様に返品して、神様から祝福と感謝の思いをいただき直してください。今日嫌な過去を全部神様に返品し、神様から物々交換で良い祝福を受け取り直してください。私たちはそれを祈りによってすることができるんですね。祈り、祈りは呼吸みたいなものです。呼吸というのは二酸化炭素を吐き出して酸素を吸い込みます。良い悪いものを吐き出して良いものを吸い込む、まあ、どっちが先でもいいんですけど、私たちの悪い記憶を神様に向かって吐き出して、そして天国の空気を吸い込む。私たちの中にあるマイナスな傷ついたそういう感情を神に吐き出して、神様の空気、精霊を吸い込む。その時に私たちの心は過去を忘れ、それを祝福に変えることができます。ヨセフはこう言いました。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。皆さん、私たちの起こるマイナスのことは他の人にとって祝福に変わるんです。良いことに変わるんです。皆さん、どうぞ、まあ、傷つけたことの方が多い人もいるかもしれませんけど、どうぞ傷つけられたということ、そういうことをですね、大きなことと思わないで、全部忘れて吐き出して、そして今日それを祝福に変える皆さんとなるように祝福いたします。私たちの心が許さないと地獄になります。しかし許すと天国がやってきます。皆さん、天国が心にあるところに今日イエス様が来てくださいます。いや、来てくださっています。どうぞ過去を忘れる、この2013年度の嫌なことを全て忘れて、そして全く新しい気持ちで新年を迎える皆さんとなるように祝福いたします。第3番目、私たちはただ忘れる祝福だけではなくて、大切なのは新しい身分を信じて生きるということです。私たちの身分というのは目では見えません。でも与えられている身分があります。それをセルフイメージと言います。私は一体誰なのか、昨日、息子が、ビデオでライオンキングを見ていました。まあ、これを見てですね、面白いな、あの、ライオンキングはですね、その、お父さんが王様だったんだけど、悪い、おじさんのライオンに殺されてしまう。そしてこの小さなライオンキングは外に追い出されて、もう敗北感に満ちて生きていました。でもあることをきっかけに戻るようになりました。そして落ち込んでいて力なく生きていたライオンキング、
連れてってくれたんですね。お前のお父さんに会わせてあげよう。お前のお父さんがその姿を見たら悲しむぞ。どこでお父さんと会うことができるか。湖に連れて行きました。湖で自分の顔を見たんですね。で自分の顔しか見ない。もっとゆっくり、じっくり見てごらん。じっくり見たらですね、自分の中にお父さんが住んでいることが分かったんです。お父さんのライオンが。そしてお父さんの声が聞こえてきたんです。思い出せ。本当のお前を思い出せ。お前は王なんだ。王である私の息子なんだ。思い出せ。今日イエス様をやれます。思い出せ。お前は王である私の娘である息子だ。あなたは神の子なんだ。何でもできるんだ。私たちそれを忘れていると生き方が弱くなってしまう。勝利者になれません。でも本当の自分を思い出したくなる。聖書はこう言います。あなた方は王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民だって言います。第1番目、あなたは王だって言うんですね。皆さんは王様です。聖書がそう言っています。皆さんは霊的な王なんです。罪を支配し、悪魔を追い出し、病を癒し、運命と環境を作り出していく、この世界を祝福していく、皆さんは王なんです。皆さんそれを思い出して、これが私なんだ。自分のセルフイメージを変えてください。2番目、祭司だ。祭司っていうのは神に仕える人です。今日皆さんは祭司としてここに来られて、神に仕え礼拝しています。皆さんは神に仕える人です。人々に福音を伝え、人々を救う人です。3番目、聖なる国民。私たちはですね、清くありません。でもにもかかわらず、イエス様の十字架のゆえに皆さんを清い人だと見てくれてるんです。皆さん、これ大切なことです。清くないんです。でもイエス様を見て、皆さんの前にいるイエス様を見て、神様は皆さんを清い人だというふうに見てくれてるんです。これが本当なんです。だから私は聖なる人です。そして4番目、神の所有とされた民だ。自分の所有物を人は大切にします。自分の家族とか自分の宝物、皆さんにとって何が宝物でしょうか。車でしょうか。 iPhone でしょうか。また恋人、家族でしょうか。それぞれみんな宝物があります。で、自分のものはですね、守るんです。自分で危険になったら命を張って家族を守ります。で、皆さんは神様のものなんです。ということは神様が皆さんを守ってくれるということです。皆さん、どうぞそれを信頼してください。恐れる必要はあります。私たちは神のものです。神は責任を持って守ってくれます。今日私たちの身分は王様です。そして祭司です。そして聖なる国民、そして神のものです。どうぞ今日私たちの心を真っ白に、雪よりも白く、皆さんの心を清くしていただいて、今日皆さんの心に何か書いてありますか。私はダメだ、私は大体これぐらいの人間だ。皆さん全部消してください。そして王です、祭司です、そして聖なる国民です、神のものです。その自分の身分を書いてください。皆さんの身分が変わったら、皆さんの身分を信じたら、その身分が皆さんの明日になるんです。信じた通りになるからです。自分がダメだと思ってたらダメになってしまう。でも私はできる。新しい身分を持って、どうぞ新しい年を踏み出していこうじゃないでしょうか。
それが皆さんの2014年度になります。皆さんはできます。皆さんは王です。皆さんは神のものです。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。一人一人を神様、新しい身分、新しい生き方を今日この場所で決断させてくださいませ。イエス様の皆でお願いいたします。アメン。しばらく皆さん一緒に祈っていきましょう。神様は私たちに今日新たな身分を与えてくださっています。どうぞ思い出してください。私はダメな人間じゃない。神様によって愛されているのだ。皆さん一緒に祈っていきましょう。アレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。今日ここに集まりました兄弟姉妹一人一人を感謝いたします。神様がくださった祝福をどうぞ。罪を私たちの中に持っていたら、罪は祝福を止め、私たちの人生を呪いにしてしまいます。どうぞ罪を完全に切ることができる、イエス様の十字架で一緒に死ぬことができるように、どうぞ。そして過去の出来事、許せない傷ついたことを、その一つ一つ、数多くあると思います。年の数だけでも、それらをイエス様の祈りによって忘れ、そしてそれを祝福に変えることができる、その過去を傷つけた人を祝福し愛することができる。あの哀れみのように、私はあなた方を許しましたと言えるように、私たちに許しの心、祝福の心をください。イエス様は言われました。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。でのお父様、私たちを傷つける者に祈り祝福していく力を今日私たちにお与えくださいますようお願いいたします。今日どうぞ私たちの中にある悪霊を追い出し、聖霊様を吸い込みます。私たちの中にある憎しみ、怒りを追い出して、天国の空気を私たちは霊的に吸い込みます。天のお父様、聖霊様、今来てください。聖霊で満たしてください。そして私たちは全く新しい心を真っ白なキャンバスにしてください。そこに私たちは王となった、王である、神の子である、そして神の戦士である、レビ人である、そして聖なる神、神の清さを持つ者と神から見ていただいて、そして私たちは神のもの、神によって守っていただける、神が私たちを守っていてくださる、そのことを信頼して、どうぞ安心して、また感謝して勝利していくことができるよ。でのお父様、私たちは王として、どうぞこの世の悪い力を治め、王として、私たちは口で命じて、この世界が良くなっていく、この世界が神の愛で満ちていく、この世界を私たちの祈りと夢と、また私たちの伝道によって作り変えていく、この世界を変えていく、そのような王様たちと私たちをどうぞ交わしてくださいますように、心からお願いいたします。小さなものです、弱いものですけど、あなたがそのような身分をくださいました。私たちも用いられますよ。私たちにできないことはありません。イエス様は言われました。私は、あなた方は、私がしたことよりも大きなことをするであろう。イエス様が言われた、その言葉は真実です。お父様、ダメだと信じたらダメになってしまいますので、どうぞ私たちの不信仰、私たちの間違った思いを今日引っ張ってください。正しい信仰、聖書の言葉を信じる私たちとして、今日この場所を立ち上がることができる、新しい決断を持って立ち上がることができるように、天のお父様、こうしてを作ってくださいますようにお願いいたします。安倍総理大臣を作ってくださいますようにお願いいたします。天のお父様、あなたはこの世界の王です。やがて初詣といったら主イエスキリストを礼拝する、そのような国となると信じます。様、この国を憐れんで、この国を作ってくださいますように、兄弟姉妹を祝福してくださいますように、お一人お一人の明日を祝福してください。願っていることが叶えられますように、その一つ一つが祝福されますように、家族が守られ救われますように、神様の名が覚えてくださいますように心からお願い申し上げます。
神様ありがとうございます。心から感謝いたします。愛するイエス様の名により感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。イエス様に感謝の拍手を一緒にしていきたいと思います。アレルヤ。新しい年を迎えに祈っているイエス様は私たちに新しい人にしてくださいました。皆さん一緒に立ち上がって賛美をしていきましょう。